22日水曜日の全国の天気をお伝えします。北日本を中心に冬型の気圧配置となります。まずは北海道です。北海道の日本海側は雪の降る一日となります。一時的に強く降るタイミングもありますので、積雪の増加に注意してください。また東北の日本海側から北陸にかけてもですね、雨や雪の降りやすい天気となります。積雪しているエリアでは路面状況の悪化に注意してください。また関東など太平洋側は広く晴れるんですが、一部ですね、静岡のあたりやまた山陰ではですね、にわか雨の可能性があるため、外出の際は折りたたみ傘があると安心です。また広く日差しが届くんですが、空気がひんやりと感じられそうです。暖かい格好でお過ごしください。以上、全国の天気をお伝えしました。最新の気象情報はお天気アプリウェザーニュースからもご確認いただけます。ぜひご活用ください。